野口です、えー。本日3本目の動画は巨人の吉川尚徳選手が死揮を受けてですね緊急搬送されたということですよねいやー本当心配ですね、ま、やっぱりねあのー、もうやっぱりあの100キロ以上の球がこうやってくるわけじゃないだからそれがねもうどういったふうになるかですよねででそれであのー 吉川選手に対してね、まあ、ツイッターでいろんなこう批判殺到が来てるんですね。あんなけに対してね、一ち痛くないだろうって、ギャギャ騒ぎすぎだろって、いやー、そんなこと言っちゃいけ,いけないですよ、うん。いやー、でも、吉川選手をね、本当、心配です。どうかね、ご無事をねあの、祈ってます。いやー、本当ね、野球は怖いところもありますよね。はい はい、そういうふうに思いました。はい、失礼します。